え、サンちゃん、サンちゃん、サンちゃん、あれやっちゃくん、あれ思ってたのと違うんだけど、あいつはニタネドロだよ。あ、ニシュドロップ。いいんじゃない、悪くない悪くない、全然悪くないよ。どっちの方があのレアなんだろう。まあこれ渡そう、とりあえず絶対強いもんこれは。あ、うん、103レイピアがもともと強いからレイピア渡せないかな。レイピアさ、言ってなかったっけ。うん、剣だけだと思ってた。うわ、レイピア持てないのか。技何使える？技はね、ククールね、ちょっとだけね、弓に振ってあるから、ラリホアローが使えるね。うん。悪くないね、ラリホアロー。フクロウが、あのさ、ブーメランがもし手に入ったらさ、鉄の釘でさ、ハイブーメランとか作れなかったっけ？なんかブーメランと鉄の釘でハイブーメランじゃなかったっけな、違うかったっけ。なんかおる、捕まえとこ。いけ、ハイパーポンゲ。お、強え。あ、強っ。気合いっす。よしよし。持ち。攻撃力270、おかしくないこれ。けどマジで、これマジなん、これぶっ壊れやん。だってメタルキングがさ、え、嘘や、メタルキングの槍がさ120やで、攻撃力200。え、嘘や、これぶっ壊れやん、これ。ツインス、ツインスアローとかね、530とか書いてあるんだよ。27じゃないの。ここら辺出るかな。あ、出た。お、レベルアップきたね。確か。ウバー。ウェブカメラも追加しないと。行くぜー。なんか落としたよー。
バードファイターがなんか落としたよ。ほい、落として、おい、バードファイターまで自重しろお前、本当に。うわ、メガザルロックマジ、シャイニング以外はもうガンガン宝箱落としよるな。てか石の帽子、バードファイターと一緒やないか。やってると思うから、あるからね。はい、ラスト一生いってらっしゃい。10時からはどうせ3時間。来た。ちなみにシャイニングって2ドロ2ドロップ2ドロップシステム。待って、サンちゃん、ちょっと待つわ、ちょっとここ大事だから、これ次第でエテが6時までに寝れるか寝れないかがまた変わってくるから。見た目だね。じゃあブーメランと何、ブーメランと何、ちょ怖いんだけども、月の恵み、何それ、月の恵みって太陽のくせに、太陽のくせに恵んでんじゃないの、何月恵んじゃってんの、シャイニング、ブーメランだといいね、ゲス顔、ゲス顔、押します、押します、お願いします、やったやったぜ、おお、おめえ、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます。これで遠近川でブーベラとテツノクギ、これで OK 混ぜることによりハイブーメランが完成するということですね、はい、やったー、これでだいぶこれでドラクエ8の縛り実況楽になるわ。6時までに寝れるね、寝れる寝れる、一通り終わったよもうこれで、やりたかったこと、まあその剣手に入れられなかったけどね、うん、まあ、その代わりクロスボウとレベルが上がったっていうのはでかいし、あとはそうだな、でブーメランでハイブーメランでしょ、でレイピア、まあ、レイピアはね、確か錬金でなんか使ったような記憶があるんだよな。こんなもんかな。うん。